どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、クエストやっていこうと思います。ここに行こうかなと思うんだよね。まずはここ。水に流れぬ恐怖の螺旋。ヘドロスだね。こいつはそんなに難しくなかった気がする。で、もう一個ここ。ドーベル。ドーベル強かった気がするんだよな。いや、強かったよ。まあ、とにかくこの二つ、挑戦していきたいと思います。チケットにはね、限りがあるので、ちょっと慎重に行きましょう。まずはヘドロス。はい、行きましょう。攻撃がどうだったか。A だったっけ ?B は回避っていうのを覚えてるのよ。ああ。で、ああ、わかった。通常攻撃がこれで、チャージ攻撃があるのね。はいはいはい、オッケーオッケー。で、A 長押しで変身。覚えてる。よし。ああ。そうそうそう、ポーズを取っていって、いった。で、ポーズを取って、あれか、なんかディスコタイムか。できるんだよね。オッケー。やっぱ、あっぶね。必殺技もまあまあ覚えてる覚えてる。ギリギリを攻めて、そう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 。このディスコタイムをとにかく出していくんだ。そうそうそう、そうだ。なるほどね。ディスった。結構ダメージひどくない？こんなもんか。あ、でもそうだよね。難度はこれ最大だから、こんぐらい効くんだ。よし。OK。あ、でもこれぐらいの感じだったら、全然勝てるわ。これぐらいだったら勝てます。OK。本気になった？あ、スピードアップか。なんか技とかもなんか変わったような気がするよね。怒った時とかね。じゃあ。でも確か、HP 半分ぐらいから、ハイパーモードみたいになったよね。おいった、ちょっと待って、その画面の形を沿うようにいくな。あいった、危ない。なんか回避しないと。あ、そう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 。ポーズを取ると HP 回復するんだ。そうそう、なんかそういう職業だったよね。ジョブがなんかそういうのがあったもんね。はい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 。OK。もう半分いった。半分いったらもうこっちのもんさ。本気になったぞ。本気になったけど。あ、早っ。ああ。そうか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 。竜巻みたいなのも出るんだ。あっぶねえ。死ぬぞ。下手したら死ぬこれ。あ、ここでチャンスが取れるでしょ。あー、チャンスが取れない。ちょっと遅かった俺の攻撃が。やっべえ、マジできつい。マジ強いな。回復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 。危ない。ちょっときついきつい。よし、 OK。 ふぅ、チャンス取る。やったきた。で、ここでボコボコにできるんだ。そう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 、いけ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 、どんどん攻撃しろ。あって、でもやりすぎるとダメだよね。あぶねえ。おい、元に戻った。元に戻ればもう OK。 こっちのもんさ。いや、来た。本気が来た、本気が来た。でももう終わりだ。よし、
あぶねー。そうそう、ポージングしてそれの無敵時間を使って避けるとか、そんなんあったね。はい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 、やっばー。ブルーストリームの硬直が意外と長い。いける、よっしゃ、終わりか。もうちょい、終わってくれ。いや終わる、よっしゃー、いけたー。次、振動ベルレース、強かったよね確か。あ、でも俺確かもう最後の方ってこいつをさ変身なしで戦ったりとかしてたよね。あの仲間なしとかそういう感じでやってたような気がする。じゃあチャンスで全然いけるでしょう。わからんわからん。あー、ヘドロスよりも断然耐久力がある。やば、これ食らうと元に戻ったよねだと思った。ああー、でもすぐ変身はできる、大丈夫。あー、あ、豆これを取ると無敵になったよね。じゃあ、OK、 無敵はちょっと取っとこ、後でだ、あれは。おいおいおい、意外ときついかもしれない。ああそう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 、これで回復しまくって、あれがね、ポーズを出すっていうやつだったな。とにかく回復しまくってた。あ、ダメ、無理か。いや、もともとあれは阻止するのは難しいか。やっぶねえ、あれは絶対食らっちゃダメなやつ。よし、オーケー、ナイス。意外と覚えてるぞ。いや、意外とこいつの攻撃が単調なのか。あ、やばい、これ阻止できない。ジャンプするよね、ジャンプするよね。あっねー、回避のタイミングも全然覚えてない。よし、いいよ、それ食らうと死ぬからね。そのラッシュを食らうと死ぬ。よし、 OK。 いや、意外といけるぞこれ、意外といける。じゃあ、そうそうそう、攻撃よりも回避をメインに戦っていくんだよねこいつは。回避をとにかくやっていかないと。嘘、危ねえ。そうそう、とにかく回避なのよこいつは。よし、え、ああ、こっちは召喚メダルね。なるほどね、召喚メダルの方か。そうかそうか、ドーベルのメダルとかもあったもんね。はい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 、 OK、 いいぞ、もう一発だ。もう半分切ったね。ここからが多分本気になるんじゃない、ならない。なんか本気みたいなのが来たような気がするんだけどな。なかったっけ。いや、意外と大丈夫だ。あ、やっぱ来た来た来た、ほら来た。そう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 、このね、氷の波動がきつかったんだ。そうそう、この氷の波動がとにかくやばいから、あれ食らっちゃダメなんだね。よし、 OK、 チャンス。おい、死にそうじゃない、大丈夫、危ねえ、やばい、おい、来た。よし、いける。ちょっと遅かったか。よし、そろそろ無敵を取る。いや、まだいいな、まだいいな、まだ取らんでいいな。よし、元に戻った、元に戻りました。待て、いいよ、危ない。ん、ん、
これは阻止できなかったかな。違うんかい、なんだそれ。あっぶね。よし、あ、もう余裕だわ。もういけるいける、いけますわ。あとブルーストリーム5、6発でいけると思う。イエス、次隙を見せたら一気にいっちゃいましょう。出た、おお、最後の最後にそのモードに入ったか。でも大丈夫、無理に攻撃をしようとせずに、はい、やばっ、いける、いけ、倒せない、あと一発か、やばいやばい、無敵を取れ、おお、無慈悲団長。はい、ということで今日はクエスト、やってみました。ちょっとね、完全には思い出さない。うん。でもまあ、やり方は大体思い出したので、それでなんとかやっていきましょう。これマゼラボルトとか、あのあたり行くとちょっときついかもしんないね。まあまあ、シンドーベル倒せました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。